はい、それでは今回も僕がハイエースの魅力について皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回説明するのがアクティブエースです。アクティブエース、はい。アクティブエース一言で説明するとですね、趣味を楽しむ人のための車となっております。なんでハイエースを通じてとにかく趣味を楽しみたい、自分の思い通りに車をカスタムしたいという方にはおすすめのコンプリートカーとなっておりますので、皆さんぜひ見ていってください。よろしくお願いします。はい、じゃあそれではアクティブエースのシートの使い方について説明していきます。まずですね、注目してほしいのがこの足元なんですよね。リリースっていうところとロックっていうところと、この専用のボルトみたいなのがあると思うんですけど、今ここでシート固定された状態になってます。これ乗車してもらう時の状態ですね。前向きでかつ固定された状態、シート動きません、ね、で取り外したい時っていうのはこれをまず回してもらって、ちょっと赤い、これを外してもらって、こっちの今ロックがここに合ってるんですけど、リリースっていうのをここの下のレールの穴に合わせてもらうんですよ。あ、このくぼみのところですね、はい。そうすることでシートのロックが外れて、こうやってこういうイメージで取れた。はい、ロックが外れてシートが外れるようになります。すごい、うんうん。でこのままくるんと回転させて、でまたここロックに合わせていただいて、こうやって締めてもらう。この赤いところが見えなくなります、はい。そうですね、だいたいそれぐらいまで締めていただいたら、もう前後に動かなくなります。本当だ。でまあもちろんですけれども、回転させるだけじゃなくて前後にスライドもできるようになってますんで、まあ、このまま前後にスライドも簡単にできます。なんで今までのシートっていうのは前後にスライドさせるだけだったんですけれども、このアクティブエースっていうのは何て言うんでしょう、必要に応じて要はここにあるシートをこのシートの後ろに持ってきたりっていうことができるんですよ。なんでそういった面でこのアクティブエースっていうのは非常に面白い車になっていると思います。はい、例えば車半分を趣味のスペースとして使いたいとか、そういったこともできるようになってますね。ツインスポークとトリガーで構成された16インチのアルミホイールです。かつてない攻撃的デザインで、一味違うハイエースをお楽しみください。お問い合わせはブルームに。次、3列目のシートについてですね。3列目、これもやっぱり座り心地のいいシートになっておりましてですね、で単にシートとしての機能だけじゃなくて、ちょっと秘密があります。はい、これですね。お、これをまずこっちに、おお、倒してくれるんですよ。でここのレバー、たレバー上げて、上げて、そうするとこれがこっちに倒れます。はぁ、あ、はぁはぁ、すごい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 でここで一番後ろをこのまま倒してもらうと、なんとベッドになるようになっております。わし、でかそうなんです。座席をそのままベッドにしただけなんですけれども、これでも全然寝れるだけの広さになります。あ、本当ですね。はい、足伸ばして寝れます。これ椅子は増やすことってできるんですか？はい、増やせますよ。なんで多い方ですとこの座席が6つ、これを取っ払って3つの座席に変えちゃうっていうか、はい、8人分の車にしてもらう方も多いですね。あ、この椅子に乗ってる、はい、これは、あ、これですね、はい。これ例えば後ろで自転車を積みたいっていう風になった時に、そのまま積むと自転車動いちゃうじゃないですか。危ないので、これ専用の、あ、へえ、はい、ボルトに引いてもらってはめると、で離すと、はまりましたね。こんな感じで、これで自転車固定できるようになってます。はい、
すごい。なんで、まあそうですね、重たいもの乗せた時は動かないように、こうやって、こういう風ので固定していただくと、安全に楽しんでいただけるのではないかと思います。まあ車の中はどうしても揺れとか振動が多い場所ではありますので、そういった工夫で安全に使っていただけたらなというふうに思います、うん。アクティブエースの専用アタッチメントになってます。これどうやって使うかっていうとですね、これも同じようにこうやってはめていただいて好きな向きで固定できるようになってます。なんでまあ趣味に合うものをここに入れていただいて、このままレールに固定してもらうっていうイメージですね。これで車の中で固定できるようになりますので、例えばまあうちは腹筋ワンダーコアだと固定してますけど、なんで趣味に合わせたものを車の中で持ち込んでいただいて、その趣味を車の中で楽しめますよっていう、車になってます。この上にもレールがあるんですね。オプションにはなっちゃうんですけれども、うん、ああやってあそこでも自転車固定できるようになってますよね。うん、なんでこの辺のレールに関してもオプションで追加とかできるようになっておりますので、結構いろんな場所につけれますよ。はい、この辺もぜひぜひご相談いただけたらなと思います。一気にアウトドアっぽい雰囲気が増したと思います。こういうところにそうそう、こういうところに、あ、ちょっと普通のアシストグリップだ。本当だ、うちのアカンサスシリーズっていうやつですね。ブルーム、はい、書いてありますね。そういったところにもちょこちょこっといった工夫がされてます。見た目もアウトドアとのちょっと変わったステッカー、すごい、はい、そうなんです。でこの辺がブルーム商品のサイドブッシュバーブッシュバーで、はい、アルミですね、アルミホイールと、であとはフロントブッシュバーですね。ああいいですね、うん、最近どんどん人気が出てきたんで、新しい形っていうのもいくつか出していますので、よりアウトドア感増しますね。そうですね、これつけると。まあアクティブエースの説明に関しては以上になります。はい、まあ、趣味を車で楽しみたいっていう方にとってはすごいおすすめの1台となっておりますので、ぜひダイレクトカーズに足を運んで、まあオンライン相談も受け付けておりますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。はい、それでは、お店の方に戻りましょうか。はい、はい、それでは皆さん、アクティブエースいかがでしたでしょうか。今回紹介したアクティブエースはまさに趣味を楽しむ人のための車っていうことでですね、まあ、ハイエースを通じて趣味を楽しみたいっていう方に関してはとてもおすすめの、お車となっております。アクティブエースですね、ハイエースの標準ボディでもワイドボディでも作れますし、他のお車と同じように貨物登録または乗用登録フリーワゴンっていうのができるようになっておりますので、その辺に関しても自分たちにご相談いただけたらと思います。で、そうですね、これからもどんどんハイエースについての魅力っていうのをうちの方から発信していきますので、もっとハイエースについて知りたいという方は、高評価とチャンネル登録の方をお願いします。で、はい、ダイレクトカーズでは現在オンライン相談っていうのを行っております。ホームページの方にやり方が書いてあると思うので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。でですね、なんと6月から、ダイレクトカーズはレンタカーっていうのを始めました。なんで、はい、そうなんです。なんでハイエースに興味があるキャンピングカー乗ってみたいっていう方、まだ乗ってみないとわからないっていう方がとても多いので、6月からレンタカーの方を始めさせていただきます。なので気になる方は一度ご相談くださいっていうのと、持ち込み仮想っていうのも始めました。ハイエース買ったばっかりのアサーって人に関してはそちらに一度ご相談いただければなと思います。はい、それでは、皆さんご視聴ありがとうございました。ダイレクトカーズ延岡がお伝えいたしました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。